菜、水菜、ネギ、えのき、豚、そばですね。醤油鍋、これがねほんまにおすすめ。ぜひね皆さんに食べていただきたい。豚骨醤油っていうけど、まあ、ちょっと濃いかもしれんけど、あのほんまにおすすめで、僕は夏でも全然食べます。これからね、まあ鍋は冬食べられる方多いと思いますけど、夏の鍋っちゅうのもまたうまいわけですよ。これをね今から食べていくんですけど、皆さんこれ食べたことない人、これね騙されたと思って一回食べてみて。まあ三つ館さんって結構大手さんの有名な多分商品やと思うんで、知ってる方多いと思いますけど、これねほんまにうまい。何回食べてもうまい。だからねこれちょっと皆さんに食べてほしいなと思って紹介させてもらってます。まあ知ってるかなみんな。まあまあぜひ食べてみてください。これね一回に全部入れてもらうとね、使ってるうちにこの出汁がこう薄なっていくんで、3分の2ぐらい入れて3分の1残しとくっていうのがポイントです。最後まで美味しい味で食べれるという感じです。これが僕の食べ方です。まあとりあえず早速この野菜を切っていこうと思います。では切っていきます。前の量じゃないような気もするけど、まあ食べます。横にパソコンを置いてこう編集するわけですね。まあもう YouTube 始めて3ヶ月経つか経たんかぐらいなんですけど、まあまだねこれからどんどん分かってくると思うんですけど、多少ね動画の編集については分かってきたつもりやねんけど、まあ結構やっぱね1本5分とか10分切るぐらいの動画でもやっぱり時間、動画編集っていうのは時間がかかるんやなっていうのは分かりましたね。僕なんかは週1回ですけど、ね毎日上げられてる方なんかはかなり大変だな、なんだろうなと思いますね。やばいやばい、煙出てきた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 、やばい、開けるぞ開けるぞ、ちょっと沸騰したみたいなんでね、ちょっと開けまーす。うふぅ、あ、これうまいよ。お、はい、買ってうまいの買って、あ、すごい、それ食べよ。え、ややこしい話は、ややこしい話はええということでね、食べていこうと思います。それでは食べていきます。
今日ね髪切りましてね、結構短く切りましたよ。どうでしょう、こんな感じ。どうでしょう、どうでしょう、こんな感じ、こんな感じ。短い方がね、もう夏はもう短いのに限るということで短くしましたけど、まあいいでしょう、いいでしょ、いいよな。はい、それではね、食べ終わりましたんで最後の締めはドドン、中華そば入れて締めたいと思います。入れていきます。腹いっぱい、もう帰れ。とりあえずごちそうさまでした。ほなまた。